お分かりいただけただろうか。映像終盤に現れる不可解な姿を。川釣りをしている男性を映すこの映像は、かつて地方番組で活躍したものの、現在は見かけなくなった人物にスポットを当てたインタビュー映像である。それから事務所のライブなんかにも出させてもらえなくなっちゃって、ちょっとは我慢すればまた戻れるかなと思ってやったんだけど、結局引っかかっちゃった。それでもう最後の2年はほとんどもうアルバイトしかしてなかったんですよ。お分かりいただけただろうか。釣り糸が何かに引っかかったとき、彼の腕に注目してほしい。それから事務所のライブなんかにも出させてもらえなくなっちゃって、ちょっとは我慢すればまた戻れるかなと思ってやってたんだけど、結局引っかかっちゃった。それでもう最後の2年はほとんどもうアルバイトしかしてなかったんですよ。たまに虫出るけど。いやいや。大丈夫です。大丈夫。何？なんか。何？え？いる？わかんないけど。まあいいや、大丈夫。虫とかいるかもしれないけど。虫とかいる。虫もあんま得意じゃん。古いところだから。古いから結構出るんだ。たまに出ますね。気をつけてるけど、やっぱ。あんま掃除しないし。いやいや、虫出ちゃうよ。うちもだって煙きれいにしてても出るもん。出ますよね、やっぱりそれは。いやー！え？なに？大丈夫。お分かりいただけただろうか。画面上部に注目していただきたい。古いところだから。古いから結構出るんだ。たまに出ますね。気をつけてるけど。やっぱ、あんま掃除しないし。いやいや、虫出ちゃうよ。うちもだって煙きれいにしてても出るもん、出ますよね、やっぱりそれは。お分かりいただけただろうか。すだれの影に注目し、じっくりとご覧いただきたい。何？今一度
じっくりご覧いただきたい。すだれの向こうに人の影が。しかしすだれをめくるとその人影は跡形もなく消滅。13階のベランダには人が侵入するのはたやすいことではない。だとしたら、お分かりいただけただろうか。左車線、白い車が4台続けて走り去る2台目と3台目に注目していただきたい。まあ、こんな感じで。慣れてきました。楽しくやっておりますよ。毎日こうやってフルーツは届けられます。ああ、食ってないですけど。
お分かりいただけただろうか。鏡の中によく注目してほしい。毎日こうやってフルーツは届けられます。食ってないですけど。今一度じっくりご覧いただきたい。消えた右足。実は本番の体育祭トップを独走しながらゴール直前で転倒。この右足を骨折したという。無理をするな、そんな霊からのメッセージだったのかもしれない。拡張現実のモンスターを探し歩いている様子の歩行者が映っているが、叩けただろうか。画面中央、男性の後頭部に注目していただきたい。うおー